け。今北谷のアラハビーチに来てるんですけど、結構外人さん多いんですよ。沖縄なんだけどちょっと外国チックな海沿いになります。シーケンスって動画をちょんちょんちょんってこのシーケンスが探査業をやるようになって映像の編集する画面になるんですけど、ここに動画を埋め込んでいくような形で、ああ要するにサービスをパッケージ化してた。そうですね。あのただ自分に今編集技術がないんで、はい、映像を切り抜いて決めていく。はい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 。でもやっぱ撮らないと始まらないですね。そうなんですよ。これって難しいですか？いやもう全然簡単です。ここにエフェクトっていうのがあって、いや見てもめっちゃ若いです。あ、そうなんですか。あのちょっと恥ずかしいですよ。あの俺はおっさんだったんですよ。上の人だけど逆になんか絡みづらくないかなと思ったりするのがあったから。タミさんもちょっと映していいですか？あーどうぞ大丈夫です、うん、タミさんです。初めまして。よろあのインスタで知り合ったあのタカさんと初めてお会いしてきたんですけど、結構いろんな話しましたね。あの動画のこととか写真のこととかカメラの、ね、機材使ってる機材のこととかで、1人よりねやっぱりね2人とか3名どんどん人数がねやっぱ同じ趣味を持ったなあの仲間がね増えるとやっぱもっと面白くなっていくと思います。でね、あと機材とかもねみんなそれぞれいろんな機材持ってるんで、どういったものが適してるよこの動画にはとかいろいろできていくと思うんですよ。でよかったらまたそれを購入したりとかもできるし、そういうのもどんどんみんなで話し合って あーでもないこうでもない言いながらやるのが結構面白いと思います。猫ちゃんがいたよ。おいほら猫ちゃん、ほら猫ちゃん、ドローンもね、あの追尾してくれるんでいいっすね。いいな。オッケー。あ、オッケー、ありがとう。うん、かわいい。キュース。あ、そうね。オッケー、ありがとう。Thank you。沖縄ってね、結構観光スポットなんで、やっぱね、海とヤシの木とかね、やっぱもうアメリカンな場所も結構多いんで、あのこのカメラとかね、動画を使って何かあの観光に一役買うようなアピールできるようなものができたら面白いと思ってるんですけどね。あとはね、北谷のあのアメリカンビリッジ、まあこのアラハビーチからもう近いんですけど、こちら見えてるんですよ。これぐるっと回すとね、まあ向こうの方にちょっと見えるかな。あ、見えないか。これでは観覧車が見えてるんですよ。まあそこでちょっと今度あの夕暮れとかまたあの写真とか動画撮ったり、女 あのモデルさんがいない時とかね、あの自分もターカーさんを使ったりとかねして、あのどういう風に撮ったらあの上手くなるかなとかね、あの結構あのやっぱそういうのでね必要なんですよ。やっぱ一人でねずっとやってるとね、あのなかなか、まあ、難しいんですよね。やっぱモデルさんを撮ってやっぱり上達していくと思ってるんで。でね、もう今日はね、伝えたいことはね、もう結構喋ったのでね、もうこのぐらいで終わりにしようと思ってるんですけども、ね、これからもね、どんどん写真や動画に関連することなんかをメインにね、どんどん発信していこうと思ってますので、皆さんよければチェックしてみてください。でね、今日はね、せっかくね、この綺麗なね、アラハビーチにね、来てるんでね、ここね、帰り際にね、ちょっといろいろ撮影して、それを紹介しながらお別れしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。では、じゃあね、バイバイ。
Okay. Wow. Beautiful.